はい、皆さんどうもこんばんは、ゆーゲームチャンネルです。今回もワンピースオデッセイの実況をやっていきたいと思います。前回はね、ブルックの体を捜索に行こうとして、サニーゴの海岸、サニーゴが止まってる海岸の方へ向かってたんだけども、そこでね、サニーゴのとこへ向かったら、いきなり炎の巨像がね襲いかかってきて超大変だったんだけども、まあ見事無事にね倒すことに成功して、そしたらねブルックの方もパーティーに復活して、最後のメモリアの世界、ドレスローザへやってきたところまで進めてきたんだけども、まあその現在ドレスローザではね、鳥かごが発動してるんですよ。このように見えるから、あ、ほらほらら、こんな風に鳥かごがね発動してて、マジでこの世界今一番大変な時期に来ちゃったんだけども、まあその絶対絶命のピンチの中にね、ルフィたちでドフラミンゴをぶっ飛ばすっていう新たな目標をもとに、王宮へ向かう途中で終わったので、そこから再開していきたいと思います。実はね、動画外でいろいろちょっとマップをね探索しようと思ったんだけども、ここより北の方はちょっと今進めなくて、物語を進める方が優先になってるんで、ちょっと寄り道はできなかったんで、早速ね俺は寄り道がしたいがためにシナリオを進めてこうと思います。完全に市場だて、こいつがこの王の大地へ上がるリフトか。ああ、こんなのあったね、昔昔というか原作に。びくともしねえな、懐かしいな。鍵もかかってんのか。どうやって動かすんだろうな。どっかまた今まだ行ってない町の中でどっかで探すのから。王家の門刻まれてる。王家の門、王族なら何か知ってそう。王族といえばレベッカとかか。ああ、やっぱり話せそうなのはレベッカだな。懐かしいな、レベッカ出るのか。多分ルフィが知らぬ間に惚れさせる女第2号レベッカ第1号はね、ネフェリタリビビなんですけど、ルフィレベッカに会いにコロシアムに行こう。コロシアムボコボコにされてなかった？いるのかな。大丈夫か、ウソップ。あ、分かった。ああ、でも、分かったって言ってるから、じゃあ、ひとまずコロシアムに向かえばいいのかな？これで先に進めるようになるんじゃないか？あ、どうした？レベッカってのはな、ここの国の前の王の娘？孫か。孫だね。弁当を3つもおごってくれた。いいやつだ。おい、そんな簡単に説明すんな、バカ野郎。それじゃ分からねえだろ、ルフィ。間違いねえ。レベッカは、ドフラミンゴの策略で国を追われた孫の孫だ。捕まってコロシアムの剣闘士にされちまったのさ。そうなんですよ。これが正しい説明だね。ありがとう、ウソップ。それに今は私たちと同じく懸賞金をかけられてる。そういえば一つ星だったね。1億円の懸賞金をかけられてるんだ、レベッカも確か。大変。それじゃ早くそのコロシアムって場所に行かないと。なんかリムも麦わらの一味にもなんかすっかり馴染んじゃったね。なんかまあ嬉しいことなんですけどね。じゃあコロシアムに向かえるようになるのかな、これ。コロシアムへ向かえ。これはじゃあ、あ、じゃあやっとね、この今びっくりマークがついてるところ、さっき行けなかったんですよ。動画外で行こうと思ったんだけど。なのでじゃあそこに向かって早速行きましょうか。さっぱりわからねえ。そうだよね。じゃあ聞いてこうか。え？コロシアム？言っておくけど、俺の後ろの方にある区画は通り抜けられねえぜ。行くとすればそれはそこの坂を登って、その向こう側にある門を越えて、今も残ってるか知らねえが、広場のところの階段を登りゃ、その先がコロシアムに続く道のはずだぜ。覚えらんねえよ。もうちょっとわかりやすく教えてくれ。ああ、ごめんなさいね。間違えた。こっちじゃなくてこっちだ。なかなか道のりは長いんじゃない？俺の予想ではこの左の丸っぽいところがコロシアムだと思ってるから、結構この先長いかもしれないね。結構探索とかちょっと見落とさないようにしっかり見ていこう。あ、またここになんかユダくんもどきみたいなやつがいるな。話しかけられる。コロシアムへの行き方なんて門の向こうで聞けよ。マジがこんなだってのに道案内ってできるかよ。それはごもっとも。すいませんでした。ああ、木箱何も入ってない。もう一度取ったらなくなるのか。あ、てか今トラベルで戻ればよかった。あ？そういや、前にコロシアムに行った時に。本当？じゃあやっぱこっちで合ってるんだな。まあこのゲームね、道案内だけは分かりやすいから本当。うわっ、海兵がなんかやべえことしてる。
なんで町のみんなを襲ってんだよ海兵が。おかしいだろ、どうしてんだよ。おい、やめろって。海兵が一般人に武器を向けんのかよ。いや本当だよ、何考えてんだよこいつ。違う、あ、そういうことか。ドフラミンゴの糸糸の実の能力か。大変なことになってる。それにしてもこいつ歯が白いな。刺し歯か。まさか操られてるんだろうか。よく気がついたな。やめて、撃たないで。あ、ちょっとメガネっこ、巨乳のメガネっこやめてくれ。需要あるんだぞこの世の中に。そう、レディーが危ねえ。行くぞお前ら。これ戦闘すんの、もしかして海兵一人相手に戦うのか。よし、海兵一人相手だね。あ、もういいよ。ボコボコにしちゃったよ、一瞬だったな。あ、結構経験値もらえたね、1体しか倒してないのに。俺は体で払ってくれ。うん、フィアンセのいる前で申し訳ないけど、あんたたちのおかげで。いや悪いな、助けるとためとはいえ、お前のこと殴っちゃって。あのありがとうございます。クンな女、この人も結構スタイルいいな。ワンピースの世界スタイルいい女性多すぎだろ。何、礼はいいって。それよりレディ、怪我はなかったかい。この男下心丸出しなんで気をつけた方がいいですよ。はい。ちょっと警戒してる。しかし一体どういうことなんですか、この海兵さん。自分の意思ではなかったようです。ブルックはドフラミンゴの能力のことあんまり知らないのかな。ドレスローザあんまりいなかったもんな、こいつ。そういえばドフラミンゴの糸だ、あいつが町中の人を操ってんだ。そういえば先にワノ国の方行ってたんだっけ。確かそうだよね。この海兵さんだけじゃなく何人もね。とんでもねえことしやがるぜドフラミンゴは。大勢の人を糸で操って危機を煽り、助かりたければ剣首を。そういう演出にもなってたのかこれ。あいつ悪度すぎないか。世の中の全ての頂点につく邪悪さ。あいつはマジでこの手でボッコボコにしてやるしかね。それがドフラミンゴの狙いなのよ。さすがロビンちゃんだぜ。あの野郎、ろくでもねえことを考えやがるな。それを分かっちゃうロビンちゃんもちょっと悪い知恵が働いてるぞ。バロックフォックスの時のあれが出てるぞ。ねえ、このままだとレベッカが。あ、そうだった、レベッカに早く会いに行かなきゃ。こいつは急いだ方がいいな。恐らくだが、この道をまっすぐ進めば。ルフィどこ見てんの。コロシアムに着くは。何にムッとしてんだルフィは。ちょっと気になるな、このみんな行こう。急に入ってきた。じゃあコロシアムに向かって行きましょうか。え、これ海兵、あ、戦うのこれもしかして。と止まれ、このままじゃ息子は殺されちまう。安心しろ、我々が必ず止めてやる。おう、ってそこにいるのは麦わらの一味。かまんな、今はそれどころではない。とにかく人命を優先するんだ。あ、ここは関係ないのね。なんだ、そろそろキューブとかが落ちてないかな。キューブじゃなかったか、こいつ何やってんの。あ、イベント始まったわ。くそ、コロシアムに生きてってのに、こんなに道が崩れてちゃ、俺じゃ下に降りれねえ。あ、これフランキーの出番か。懸賞首を逃さねえためだとか言って、ドンキホーテファミリーの連中もうろついてやがるし。ちくしょう、せっかく人間に戻れたってのに、妻と娘のところに行けねえなんて。あ、こいつもおもちゃにされてた一人なのか。今橋作ってやるから待ってろ、これクランキーの出番だろ多分。あ、違うのか、これ降りたら戻れないパターンかもしかして。あ、そのパターンだわ。ちょっとなんか忘れ物ないかしっかり見とこう、この辺とか。特にないか、特になさそうだね。降りていいのかな、これぐらい降りれるだろ。なんで降りれねえんだよあいつ、ビビりすぎだろ。あ、攻撃力301のクラウンだ、ラッキー。お、あ、こんなとこにあるね。誰のキューブだ。お、フランキー将軍の、ちょっと待ってね。フランキー将軍は、あ、今3個になったら、どれやる？あ、やっぱりフランキーアイアンボクシングだろ。これ一番強いからね、攻撃力。ほら。圧倒的強さ。これは強化しとかないとな。え、これ敵なの？ちょっと待って、ちょっと待って。こいつ何？ドフラミンゴの手下か？あ、そういうことか。サンダーボルトテンポ食らわしてやるよ、一旦。サンダーボルトテンポ！ちょっと待って、強すぎん？ナミさんの攻撃強すぎるな。
わ、これはもうガトリングでボコっちゃう。ガトリング、ルフィの攻撃力とんでもなく上がってるからマジで強えな。ゾロも結構攻撃力上げたし、なかなか強くなってるね。チョッパーは全体攻撃あんま少なかったはずなんで、ここはサンジ君に変えよう。パーティーテーブルキックコース、これです、終わりよ。強くなったわ。もうこの辺の雑魚じゃもう相手にならなくなってきたな。てかこんなにお金もらえんの、やば。1回の戦闘でもらえる額がでけえ。この世界の金額ちょっとおかしいんだよな、ちょっとずれてるというか。うん、この辺になんかないかな、まだなさそうか。いや、一旦ちょっと雑魚を倒すのは戦闘スキップしちゃうかな、これは。いやー、もうナミさんとサンダーボルトテンポが強すぎて圧勝だったわ。マジで楽ちんだな。いやー、お金が美味しい。いや、マジでお金が美味しいね、この。この道に見覚えはある？あ、そうか、フランキーが手がかりなのか。思い出してきた。コロシアムはこの先で間違いね。あ、本当に？だって、この辺はなんか忘れ物ないかな。なんかありそうな記憶があるんだけど、記憶はねえわ。ありそうな予感はするんだけど、なんもないね。なんもないの。ちょっと戻るか、少し。さてさて。取り逃し、あ、壺取り逃してたな、これ。あとは、なんかこの辺にありそうな気するんだけどな。なんもないか。あ、あったあった、ほら。こんなとこになんかって、チョッパーのかけらと、ナミさんのかけら。で、なんかありそうな予感したんだよ。さっきちょろっとね、見えたんだけどね、どこだったかわかんなかったんだよ、先頭挟んじゃったから。じゃあ、ここもカットしちゃいましょう、決まりの。生まれておいで、雷ちゃん。新しいナミさんの技どうなんだろう。一発だった。もうナミさんの TP 回復した時は一発だな、これ。このステージ。今のでナミさん結構 TP 使っちゃったから、ちょっと TP 回復させとこうか。TP300 回復。OKOK。あ、まだ1個じゃ足りねえ。そんな使った？ナミさんが強すぎる。てか、ここの戦場テクニックが多いんだな。じゃあ、こいつも倒しときますか。いった。先制攻撃もらえるでしょう。あ、もらえなかった。あ、先制攻撃もらえた、もらえた。これまたナミさんで一発なんじゃない？準備できてるな。ただ相手が全員テクニックだったらだけど、あ、スピードか、これ。ってことは、ルフィで攻撃した方がいいか。ルフィ全体攻撃あったっけ？あ、絆アーツ使っちゃうか。レベル6使っちゃおう。あんたたち、よっしゃ、久々に使うぜ、この技。サンダーボカドリング。なんかエリアごとに分かれられてるとね、なかなか全体攻撃を持ってるキャラがいないから難しいんだよね、いっぺんに倒すのが。まあちょっと絆も溜まったんで使っちゃいましょう。さっきみたいにテクニックのやつがいっぱい出てくれたら楽なんだけどな。まあそろそろ次からはもうね、カットしちゃいますよ、どんどん。最後はスピードタイプなんで、ルフィの攻撃で終わりでしょう。つへへ。オーケー、楽勝だったわ。ロビンちゃんの全体攻撃、ちょっと動画のカットはしてるけど、使ったけど弱かったな。ロビンちゃん多分攻撃力がね、多分低いんだと思う。装備的に。ほら、2220しかないからね、もうちょっとやっぱり攻撃力が弱すぎる。これをちょっと付け替えたいね。なんか新しいアクセサリーが手に入れば、さっさと変えたいね。この辺なんかもうちょっと強い攻撃力アップないかな。丸、4つの四角でなんかねえかな。あ、なさそうだね。ここはちょっと今後入手できるかどうかにかけましょう。さて、スチールボルト。大したもんはねえな。とりあえずこいつも倒しとこう。お金稼ぎだ。やるときはやるんだから。先制攻撃のチャンス。さて、誰で攻撃するかい？あ、この辺はもう、パワー型でゴリ押しよ。強すぎ。これで終わりよ。サンジ君の攻撃で、強くなりすぎてしまった。いや、サンジ君たちのね、アクセサリーはかなり強いから、やっぱあとロビンちゃんがちょっと力不足になってるね、今は。本当に合ってんのか？
やってるだろ、お前が言うな。リムにまで言われてる。リムさんは分かっていらっしゃいますね。危ない危ない、ちょっと待って、ちょっと待って。びっくりさせんなよ、このゲーム。ほんとホラーゲーなんだから。後ろからやらせて。レディーには指頼むよ。剣修がパワーアップ。わ、これ強いやつだ。俺はちゃんとしっかり倒しとくわ。準備 OK だ。パーティーテーブル。これで終わりよ。いや、全然余裕だったわ。まったく絡んでくんじゃねえよ。あ、オペが絡みいったんだったわ。経験値どうよ、デカ。これもれんの、やばすぎ。これちょっと育てすぎじゃない、多分ドフラミンゴ余裕で倒しちゃうよ、こんなん。多分ちょっと強く育てすぎた気がする。さすがにやばいな。てか意外と先長いな。あ、待って、もうそろそろヨイサーショップ行けるじゃん。やっと一番のお目当ての合成用の素材がないから困ったんですよ。はい、じゃあここもちゃっちゃと飛ばしていきますか。いや、ルフィで倒しちゃった、同属性なのに。これはいや、もう本当に強くなりすぎちゃったら、これ余裕だよ多分。ドフラミンゴ戦多分余裕で倒しちゃうな、これ。こんなに強くしちゃっていいのか。こっちじゃなくてこっちか。とりあえずいろんなものは回収忘れしないように。この辺とかなんかキューブないのかな。なんかちょっとキューブが全然出なくなってる、ね。武器屋前通り、コロシアムだ。お、コロシアムか。おー、出てるね、ちゃんと。あ、その前にヨイサーがいるわ。こんなとこにもいんの、お前。よく来た、ここヨイサーのガラクタ屋さん。ガラクタピカピカたくさんある、見て。ガラクタを見てっていうのも変だけどな。あれくれものパワー、うわ、これ200万すんだけど、やば。次は火属性、あ、火事場攻撃力プラス50、どんな効果だこれ。80万する、高っ。キロスのマント、うわ、結構いいね。1個限定なんだ、532、なかなかだね。うわ、これ強い、エリザベグローブ2世のパンチ、これはもらっとこう。この辺は限定はないのかな。あとで、あと威力も HP350、この辺も変わらないね。ちょっと合成用に少し多めに買っとこう。こんな感じでいいかな。さすがにこれいるか。瀕死のパワージュエリー。火事場になったら HP がなんか低い時に攻撃力が 50% プラスされるって感じのバフなのかな。まあ一応1個買っとこうか、1個限定だし。この根性、これ欲しいけど、ちょっと200万今減らすのはちょっときつい。さすがにきついね。効果を削除する。あ、効果ちょっと削除しとこう。この辺弱い効果。弱い効果はあるかなんか。これはこう消して、あ、こんな風に消えるんだ。お、いいね、いいね。あとは、これ300だからいいでしょ。弱い効果はちょっと消していこうか。138も強かったはず。154は確か弱いな、これ。今301があるはずだから、これは消しましょう。根性160にもいいはず。HP220 も弱いから消そうもん、これ。今350があるからね。いやー、こんだけ買うと、お金が結局なくなってしまった。いやー、めちゃくちゃ買ったなー。これ合成し直し大変だな。ここら辺ヨイサートラベラーあるかな。ちょっとあれば記録したいんだけど、ないのかな。コロシアンまで行けばあるかな。あとこっちなんかあるか。この辺なんかありそうじゃない。ないのかな。なんか扉あるけど、ここなんだろう。武器屋ローズゲルエロ。わー、宝箱のあるけど、これまだ鍵がないから開けられないし。なんで、なんもねえのかよここ用なしじゃん、もう。勘弁してよ。この辺は探し回ったから他もう何もねえかな。あ、宝箱あった。おお、見逃すとこだったわ。お、藤虎の小寺ってなんか強そうじゃない今の。あとはもうなさそうか。なさそうだね。キューブとかもねえのかな、この辺。ないっすね。じゃあ先進む。いや、なんかありそうな記憶はないけど、ありそうな気がする。ないな。ないな。じゃあ先進むか。大
きな建物。わ、すげえ、コロシアム立派だね。そうみたいだね。お、多分な。この辺も大変なことになってる。すげえことになってるね。さすがに大会は終わってるか。どうせなら俺も出たかったのか。お前ら本当そういう戦いナンバーワン決定するの好きだよな。なあ、このコロシアムが行われた。エースのメラメラの実が優勝商品になった。そうだったね。忘れてたけどそんなこともあったわ。エースってあのエース？そう。ルフィのお兄さんの？ルフィの兄貴のエースだよ。まあな。だからルフィもルーシーって姫を使ってその大会に出場したんだが。サボが来てメラメラの実を。あ、そうだね。わ、ここサボも出るのか、もしかして。死んだはずのサボが現れた時はすげえ驚いたけどな。そうだったな、ここも感動だったよね。このシーンもやっぱりなんといってもドレスローザの中では熱いワンシーンではあったね。また知らない人の名前ね。その人は誰？結局メラメラの実はどうなったの？一度にめっちゃ聞くやん。リム、悪いけど話はそこまで。止められちゃった。早くレベッカを探さないと。そうだな、今はそれどころじゃない。また今度話してやるからよ。あ、そうだったわ。コロシアムの入り口はどこにあるの？うっくさんか、お前は。それなら、この道を進めばあるはずだ。よし、じゃあ行きますか。みんな行こう。おう、行こう。さて、じゃあお、ここセーブポイントあるから一旦セーブしとこう。HP も回復したかったし。おー、もう43までレベル上がったんだ。急に上がったね。あ、ヨイサトラベルあるじゃん、ここに。よしよし、マップポイントを記した。これで一回ちょっとな、できればあそこの酒屋に戻りたいんだけど、ちょっと一旦進めるか。コロシアムの入り口だ。それならこの道を進めば見えてくるが。いや、今そんなことに、そんなところに行ってる場合じゃねえだろ。周りを見ろ、周りをよ。冷静だったこいつ。さて、お、ちょっと聞き声のある声だな。これもしかしてバージェスか？黒ひげ海賊団の。なんかそんな感じするな。あれ絶対今のバージェスだろ。ウィーハーって笑い方すんの。あいつぐらいしかいねえからな。さてさて、一応探索もしっかりして、取りこぼれがないことを確認しましょう。あ、ここなんか登れるな。宝箱かよ、ここも。宝箱ばっかあるな。それにしてもなんか全然さっきからキューブが見当たらねえな。結構取り逃してんのかな、俺もしかして。あ、あったわ。ナミのキューブのかけら、ゾロのキューブのかけら。ちょっとこの辺で少しキューブを当てはめるか。今余ってるのはナミさんか。ナミさんといえばサンダーボルトテンポを強化したから、次サンダーランステンポにしとこう。これも強いからな、強力な技ですよ。ナミさんがね、全体攻撃使えるのでかいよね、本当に。マジで強い。あ、なんか壺があった。よしよし。ガラクタで、あとこっち行ってみようか。わ、なんか、なんだここ。書店パッション。代々受け継がれてきた書店をこのままにしては逃げられねえし。あ、もうダメだ。今日俺はここで死ぬんだ。それだけ？おいおい、あ、宝箱あった。よかったよかった。なんもねえかと思ったよ。キャベンディッシュの帽子だ。これも結構強いんじゃない？ちょっとアクセサリー、今手に入ったの見ようか。見れるかな？フジトラのコテ強いじゃん。わ、キャベンディッシュの帽子も HP 高え。なかなかいいもん手に入ったね。この辺のアクセサリー。ただ攻撃力がちょっと欲しいんだよな。なんかいいの手に入らねえから。こういうのがあるんでね、街の探索は必ず忘れずやっとかないと。宝箱系を取り逃すとね、やっぱりアクセサリーがかなりね、重要なもの多いんで、皆さん絶対にね、忘れないように。ここにもセーブポイントあるんだ。ここ受付か。こっちはいけないよね、まだ多分。あ、でも壺倒せる。壺倒せはしないな。おいおい、ちょっと待って、殺しはもう通り過ぎてどうすんだよ。嘘っぷり止められちまったよ。
じゃあコロシアム行きますか。これバー、多分だけどバージェスと戦闘あるな、この感じ。さっき声が聞こえたからね。じゃあ行きましょう。門が降りちまってるな。本当だね、前そうだったっけ。中に誰かいねえのか。敵に見つかったらどうすんだよ。じゃあゾロさんに任せて切らしてもらえますか。ここにそのレベッカちゃんがいるんじゃなかった。おかしいな、ここにいると。まだいるのかな。そろそろもう脱出して別のところ向かってんじゃないの。まずはこの辺りを探してみましょう。あまり遠くへは行ってないはずよ。まあそうだろうね。たださっきの笑い声が気になるけどな、俺は。レベッカを探せ。さてレベッカどこ行くんだろう。あ、じゃあこっち行けるようになったね。あ、またセーブできる。あ、でもさっきセーブしたから、もうセーブしなくてもいいか。一応でも念のためセーブはこまめにみんな行おうな。お兄さんとの約束だぞ。お兄さんって年じゃなかったわ、すまんな。お、なんかこの先揉めてなかった今。お、うわー、出てきたよ、出てきた黒ひげ海賊団一番隊隊長、チャンピオンのバーデス。チャンピオンのやつ、ウィーハッハッハッ、死ね麦わら。いきなりかよ。え、なに、前触れなくいきなり出てきて、いきなり戦闘系やば。今殺して。この後ろの風呂敷、悪魔の実のなんか模様みたいだな。いや、その実は実はゴムゴムの実じゃねえんだぞ。何言ってんだ、そんなもんやるわけねえだろ。ウィついでに周りの連中も。いや、もうやっぱりとんでもねえな、黒ひげ海賊団はマジ全員ぶっ飛んでるわ。こいつは、うわ、やっぱりパワー型か。ってことはゾロはちょっと相性悪いな。ゾロ変えようか。ゾロ変えてフランキーで、サンジ君変えてチョッパーで回復役にしよう。一回ルフィでギアセカンドでジェットピストルどんぐらい入るかやってみよう。結構入っちゃうかな。結構入っちゃう。そんな攻撃してくんの強っ。でナミさんで泥棒、これは忘れちゃいけない。さておいくら持ってますか。弱っ。おめえに用はねえ、もう。もうお前に用はねえ。ごみ。パワーだから、待ってよ。パワーだから、テクニックか。間違えた、間違えた。ってことは、フランキーじゃダメか。じゃブルック出すか。ブルック大丈夫かな。ちょっと攻撃力とか弱いんだよね。てか待って、一大三千世界、そんな威力あんの。これちょっとやってみよう。一回も見たことないからね。5000くらった、やば、強すぎる。めっちゃ強いじゃん。そういえばヤハズ斬り見たいね、ちょっと見てみようか。花歌山頂、花歌山頂、ヤハズ斬り、いつの間にか切れてるやつ。ハドエイブ弱っ。そんな強くないね。てかちょっとナミさんで泥棒しても大してもらえなかったのがショックだな。あ、全然弱い。待ってる、弱いじゃん。ルフィで、あ、ゴムゴムのレッドホーク。そういえばレッドホーク見てみたいで、ね。レッドホークこんな威力高いの倒しちゃわない？ゴムゴムの。わ、武装色。レッドホーク。強い。準備 OK だ。なかなか強いな。俺でもルフィでなんか倒せとか出ないんだね。そろそろ出てもおかしくないけど。さあ準備はよろしいですか。でもまあせっかくなんでルフィのレッドホークでぶっ飛ばしとこう。レッドホークかっこいいな。レッドホークかっけー。マジでかっけー。いやバーです、弱っ、ちょろすぎるわ。大したことねえな。あ、でもまだ元気だ。頑丈だな。バーデス腕毛だけあるけど、なんでさ肩の周りとか毛が生えてねえんだよこいつ。脱毛したお前。あれだけ殴ったのが効いてねえってのか。いやでも結構弱かったよ。クソ頑丈のやつ。まあ頑丈だけが取り柄のような顔してるからな、バーデスは。悪魔の実の能力は俺が奪ってやる。
でもこいつ今原作ではなんかなんかの身の能力者になってるはずなんだよね。ちょっと何の身か忘れたけど、あ、ごめんなさいね、ちょっとネタバレ回避の人は申し訳ないけど。お前が本当に欲しいのはこれだろ、バージェス。この声はもしかして、もしかして、うわ、来たー、来た、サボー、サボー、熱すぎるだろこの展開。うわ、もうサムネ切って、手を出すな、サムネ切って、これだ、俺バージェスサムネにしようかと迷ってたけど、こっちで決定です。かっけー、サボー、いやー、痛かったで、サボー。え、連携するの、あ、そういうこと、もしかしてさ、さっき泥棒で1円だったな、そういうことか。これ持ってんじゃない今、いただき、あ、ほら、やっぱり今持ってんじゃん、強くなってる、やば、ちょっと待って、ちょっと待って、強くなってるというか、ナミさんが弱点なんだ、そういうことか。ってことは一旦チョッパに変えましょう。で、申し訳ないけどルフィで、TP チョッパの回復させとこう。 TP400 回復、こんなんあんの、3ターンの後攻撃力アップ、これ強えな。400回復させて、仲間の力で、チョッパーのスキルで回復させよう。ナミさん回復、オッケーオッケー。いや、こんな連戦になると思わなかった、さすがに。ちょっと温存しとけよかった。 TP、まあ、全然強え今回。竜装剣、竜装剣出んの、うわ、かっけえ。ちょっと待って、なんでナミさんばっか攻撃するんだよ、ふざけんだよ。ちょっとエリア遠くしとこう。で、ナミさんは泥棒、前線は相手らで固めとこう。あ、このお金の盗みはでかい。あ、やっぱ前前線こいつらだって全然戦えるな。これ攻撃でちょっとずつ減らしていこう。これにしてもサモの技がかっこよすぎる。こんなやつに負けねえ。で、回復エリアだよ。どうしよう、こっち回復するよりも一旦ナミさん回復させようか。やっつえー、チョッパーの回復マジで強い。次何の技？あ、攻撃か。ちょっと竜の鍵爪とか出ないの？めっちゃ見たいんだけど。とりあえず普通の攻撃で弱らせていこう。ある程度他の技も見たいな、サボの。竜装剣はかっこよかったな、これ。サボちょっと途中で使わせてくれよ。なんで麦わらの一味しか使えねえんだよ。こんなやつにもこれで元気になる。やっぱりさ、他のキャラも使わせてくれよって感じするよな。お、竜の息吹、竜の息吹、かっけー。てか竜の息吹しかないの、ちょっと竜の鍵爪見たかったわ。でもなんか普通に倒せちゃいそうだな。ここ別にカットしなくても良さそうなんじゃない。意外とさ、この演出が楽しいよ俺今。めちゃくちゃかっこいいもん。とりあえずナミさんね、先に泥棒しよう。どれどれ、いただき、このお金の多さでかいな。こんなやつに負けねえぞ。まあ今は回復しなくてもいいけど、どうしとこうかな。まあ一応、相手のなんか攻撃力ダウンさせとくか。新しく手に入れたものがあるからね、これで攻撃力下げておこう。いや、サボまだその鉄パイプ使ってんの。鉄パイプってそんなにそんなに強くないでしょ。武器になるのか。波動エルボなんて技使ってたっけ。俺バーゲスの技とかあんまり見てなかったけどな。こんな技あったんだね。あんまり敵の技名まではちょっと覚えてないからな。怖くなんてねえぞ。で回復入れとこう。決着をつけよう。さて、竜の息吹、竜の息吹好きだね。てか、なんか同じ技好きだよね、このコンピューターって。あのマリンフォード編もそうだったけど、なんかエースの攻撃がなんかずっとワンパターンだった気がする。てか意外とすぐ終わっちゃうな、これ。倒しちゃうんじゃない、そろそろ。あ、倒しちゃうな、これ。サボでチョッパーで倒すのはちょっとダサいからやめとこう。一旦待とう。
攻撃で当たっちゃったバージェス倒しちゃったじゃん。強くなった。いやーありがとなサボ。今ならサボにもエースにも。わサボの帽子とかもらってる。いいのもらってんじゃん。それからエースのメラメラの実だが俺が食っちまったナイス。構わねえ、それが一番だ。わすげえな、ここの会話でこんなに熱いシーンを入れてくるのかよ。全員俺につい力を。普通の会話でするレベルの話だろ今。うわバージェス結構伸びてる。聞いたんだね。サボ一緒に戦ってくれてありがとな。やっぱサボは強えわ気にするな。いやそれにしてもサボの後ろにさっきルフィたちが映ってる絵面めっちゃ良かったな。あ、ちょうどいい。え、いたの全然ついでじゃん。レベッカの服装エッチすぎないこれエッチすぎだろ。こっちもサムネにしてえな。この衣装にこのちょっとナミさんよりエロいぞこいつ。いやこんなに顔かわいいのにこんなにおっぱいでかいのこいつ。こんなでかかったっけ。その声あなたもしかしてルーシー。あそうか、ちゃんとまだ気づいてない時の今記憶の世界か。ちょっと手伝ってほしいんだ。一緒に来てくれよ。ええ、でもどこに。急展開だな。ああそっか、ミンゴが待ってる。ミンゴの上に行くのか。上に登るために鍵が必要なのレベッカ。持ってるかレベッカ。鳥かごが閉まる前にミンゴのやつをぶっ飛ばさねえと。お、なんだ。あ逃げた。バージェスいない。早っ。以降ルフィのバックには俺がついてる。よく覚えとけ。これはかっこよすぎたわ。あなたもルフィのお兄さんなの。これまた記憶覗くんじゃねえのもしかして。お前エースのことも知ってるのかまあ一応記憶の思い出の世界でしか知らないけどな。あの戦場でルフィと一緒に戦ってる姿を見たわ。ああそうだよね。そうか、あいつは強かっただろう。なんかいいシーンだな、リムとサボがしゃべるなんて。すごく強かったわ。押し寄せる海軍の人たちを次々倒していた。それは見たかったな。そうだね、見たかったな。それにしても3人ともあんまり似てないのようやく気がついた。本当の兄弟じゃねえからな、それ。俺たちは義兄弟だからな。そう、義だからな。杯を交わした兄弟のことよ。まあでもそんなことはどうでもいい。本当の兄弟とか本当の兄弟じゃないとかどうでもいいんだよ。仲間を思いやるその気持ち、兄弟だと思えるほどの気持ちが大事なんだよ。あいつは弟で俺たちは兄。ルフィもエースも俺の大事な家族だ。マジでヤクザみたいな世界だわ。エースにはエースの、ルフィにはルフィの冒険がある。俺はそれに口を出さないが、もし俺に助けを求めるなら世界のどこにいても駆けつける。かっけー。まあ、でも原作では今お前がとんでもないことになってるけどなまあ気になる人は原作の続きを読んでくださいね。そう、レベッカでけえなー。何がとは言わねえけど、サボが合流した？マジか、一緒に戦ってくれんの？ルフィ、俺も一緒に行こう。またあいつが襲ってくるかもしれないしな。ほんとか？シシシ、じゃあ一緒だ。ありがてえ。だがさっきの道を戻んな、面倒だな。そうね、ドン・キホーテファミリーの手下もいるし、別の道を探した方が良さそうね。ってことは、別ルートでリフトに戻れ。そこまで結構自由行動できるのでは？レベッカはサボともう会ってんだよな。うん、私も決勝に出たから。悪いな、俺がメラメラの実を食っちまって。助かったよ。うんうん、いいの、いろいろ助けてもらったし、優勝したのはあなただもの。こういう会話も出るんだね。レベッカの声って多分結構有名な人だよね。なんか聞いたことあるような気がするけど。じゃあ今回は時間的にもちょうどいいし、この辺にしときましょうかね。なんかサボが、わサボいるゲストキャラを編成を入れ替えたりでき、な編成を行うことできないんだ。サボの能力とか見れるのかな、ここで。ああ見れねえんだ、表示切り替え。竜の息吹、あ竜の息吹と
竜王かえひあ火炎竜王、この2つしかないんだ使えるの。え、でも全体攻撃と結構強いね。こういう風に見れたんだ。なんかクロコダイルとジンベの時も見たかったな。あの時はもうキャラ操作できない状態だったからね。なるほどね。これは心強いあのゲストキャラですよ。なんかキャラ持ち出せたりしたらいいのにな、キューブにしてリムの能力でね。あの前あの砂人の移行行く時に確かあのなんだっけ、なんとかクラブの小さいコガニーだっけな、連れてったんだけど、そんな風に持ってけたらいいんだけど、まあさすがに人を持ってくるってなるとなかなか難しいのかもしれないね。能力の範囲的にもちょっと範囲外なのかもしれない。はい、では今回はこの辺にしといて、次回は別ルートでリフトに乗ってドフラミンゴの元へ向かおうかなと思います。まあその間にちょっと動画外でできることがあればその辺もやっていきたいと思うんで、皆さんよかったらチャンネル登録と高評価して次回の動画をお楽しみにしていてください。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。